本日トリを務めさせていただきます、ペコと申します。よろしくお願いします。盛り上がっていきましょう。私が知った本当の愛の、わがままで自分勝手だった、私にも自分より大切なものを見つけられたんだ。間違いはいくらでも書き換えられる、何度と回りしてもあの朝と巡り合うストーリー、いつもあなたのそばで、春のぬくもりも夏の輝きも分け合いたい。100ページ先の未来にもあなたはいる、この先ももう一番近い場所で感じていたいんだ。出会いは運命だと今思えるよ。何度生まれ変わってもあなたと巡り合うストーリー、いつもあなたのそばで、秋の突然で恋に恋していた、私が知ったあなたと巡り合うストーリー、いつもあなたのそばで、春のぬくもりも夏の輝きも分け合いたい。Yeah.
けそうな日でさえあなたがいて強くなれた。正解は続けること、だんだん好きになってゆくこの気持ち、あなたに届けた。自分を好きになってゆくこの歌を今送りたいよ。どんどん好きになってゆくこの気持ち、あなたに届けたい。どんな辛い出来事もきっと力に変えられるから、イベント12時から、始めて、もうこんばんはのね時間になりましたね。改めまして、関西を中心に音楽活動しております現役ナースシンガーソングライターの PECO ペコと、あ、すごい初めてこんなこと言ったな、ペコと申します。よろしくお願いいたします。皆さん、あの、疲れてないから最初からね見てくださってる方も、たくさんいらっしゃるかと思いますが、長丁場のイベント本当に最後まで見ていただいておりましてありがとうございます。ロードトゥ4000時間キャッシュボックスのね YouTube、無料配信ライブなんですけれども、そう、無事にね、もうこれ何回もみんな言ってると思いますが、4000時間無事に到達、したんですけれども、皆様のね、あの、視聴たくさんの方に見ていただいて、見てくださったおかげで4000時間到達いたしまして、私はですね、あの、第1回目から全部出演させていただいているんですけれども、さっきね、あの、カズサさんでキャッシュボックスのね店長のカズサさんと話をしてて、あの、いい情報というか、あの、いい話を、あの、聞いて、私がね第1回目のロードトゥ4000時間のトップバッターだったんですよ。で、今日ファイナルでしょ、トリガーペコでしょ。このイベントはですね、ペコで始まってペコで終わってるんです。イエーイこれなんかあれだな、あの、いや、お客様のね前で今日もね、あの、お届けしたかったんですけども、画面越しでもね、楽しんでいただけるように精一杯、お届けしたいと思います。そう、ちょっと元気な曲をね2曲お届けしたんですが、ちょっと次の曲はですね、バラードソングをお届けしたいと思いまして、強力な助っ人、ちょっとさっき決まったんですけれども、急遽サポートしていただける方をご紹介したいと思います。柿原千春、千春ありがとうございます。千春さん、あの、ブッキングライブとかね、あの、でもよく、あの、お世話になっているんですけれども、今日ね、あの、 FNS さんのと、あと、のすけくん、草野俊之介くんの、ステージでサポートで今日来ておられておりまして、あの、よかったらね、あの、やりますよって言ってくださって、もう、あの、僭越ながらね、あの、ちょっと贅沢なんですけども、一曲生演奏で、お届けしたいと思います。いや、嬉しいですね、ちょっと嬉しい。はい、ですね、ちょっとお話しさせていただきたいんですが、次の曲をお届けしたい、するのは、ここからという曲で、こういうフリーライブではおそらく歌ったことないんじゃないかなと思います。有料のね、あの、ブッキングのライブとかではお届けしていたんですが、
この曲は結構新しい、私の中では新しい曲で、自粛中にねできた曲なんですけど、結構こう自粛中に落ち込んだりとか、まあ自粛ね、なんかコロナとかそういうのは関係なく、まあ人生ねいろんなことがあるので、まあ私だけじゃなく皆さんね、これを見てくださってる皆さんもいろんなね、なんだろう、落ち込むこととか、なんかもうくじけそうになったりすることとか絶対まああったと思うんですよ、人間生きてたらね。でも自分がこの命さえあってこう生きていればね、どんな時でも自分がまたもう一度スタート地点を決めれるんじゃないかって思ったんです。なのでその気持ちを歌詞にしたいなと思って、作った曲なんですけれども、まだね、どういう状況今後どうなるかわからない世の中ではあるんですけれども、少しでも自分の音楽だったり、私の周りのね先輩もたくさん素晴らしいミュージシャンの方が、いらっしゃいますが、この音楽を通して、見てくださってる皆様に何かこう勇気だったり笑顔だったり元気をお与えできれば嬉しいなと思って次の曲をお届けしたいと思います。それでは千春さんのピアノ伴奏で聴いてください。ここから目まぐるしくすぎる日々に見失う自分の居場所、ちっぽけな意地とプライド、ため息と一緒に消えてった。いつも大切なことは誰も教えてくれない。目をつぶって聞こえるのはどんな声？さあいつだってここから始められる。後ろ指さされたって自分で決めた道だから。昨日の涙は今日の光に変えよう。今一歩踏み出す時、今一歩
み出す時、ここから始められる。後ろ指さされたって自分で決めた道だから、ここからお届けいたしました。もう一度拍手、柿原千春。千春さんありがとうございます。そう、全曲ね、楽譜持ってきてくれててね、私ね言ってなかったのに、もう本当にありがとうございます。好きですって言ってる。ありがとうございました。いや、もう大贅沢でございますね。ロードトゥ4000時間、もうこのイベントファイナルだから、ロードトゥ4000時間の最後の曲っていうことですね。はい、しっかり最後の1曲も元気いっぱいお届けしたいと思いますが、この後ですね、キャッシュボックスのツイキャスの方でオンライン物販をペコもさせていただきたいと思っております。またね、このロードトゥ4000時間は、終わりましたが、またね、次回からカズさんもいろいろなライブイベント、面白い配信ライブなんぞをやってくださると思いますので、私もこううまいこと乗っかっていきたいと思っております。本当に今日は長丁場ありがとうございました。ではでは、最後の一曲、皆さん元気残ってますか？私はもうすべての力を振り絞ってお届けしたいと思います。それでは最後の一曲聴いてください。新しい扉。ところでへこたれちゃって、欲しかったものってこんなものだっけ。きっとどこかに隠れてる秘密の宝箱、開けられるのは私だけなのに、いつまでも地図を開いたままくるくる回していたって、全然前には進まない。だから今すぐに動き出さなきゃ。歌ってたい、かっこつけずにありのまま、私のまま目の前にいるあなたの笑顔を見られるように。歌ってたい、大切なもの絶対なくさない、新しい扉を開いて今飛び出そう。
歌ってたい等身大の私にしかできないこと精一杯があなたの力になりますように歌ってた声の限りいつか届くと信じてる輝く次のステージへ今踏み出すよ胸にぎゅっと抱きしめたまま赤ちゃんはまさに奇跡はほら扉の向こうで私を待ってる歌ってたいかっこつけずにありのまま私のまま目の前にいるあなたの笑顔を見られるように歌ってた大切なもの絶対なくさないように新しい扉を開いて今飛び出そう13日ここキャッシュボックスでペコステップアップワンマンライブ開催されます。もしよろしかったら、会場はちょっと完売になっているんですが、配信チケットご購入のほどぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ペコでした。